それでは、ただいまから、第420回電力ガス取引監視等委員会を開催いたします。本日の議題は、議事次第にある通りでございます。議題に入る前に、議事や資料の取り扱いについて、事務局よりご説明をお願いします。はい、本会を開催いたしましては、オンラインの開催といたします。第一部については、公開案件でありますが、新型コロナウイルス感染症対策のため、今回は傍聴者を受け付けないこととさせていただいております。なお、第一部の議事の模様については、インターネットで同時中継を行っています。第二部の議題については、個別の民間企業の情報等を取り扱うことから、記事は非公開とし、議事要旨を後日、委員会ホームページに掲載しております。公開資料について情報公開請求があった場合には、対応について改めてご相談していただきたいと思います。念のためご確認いただきたいと存じます。はい。ただいまご説明がありましたように、議事次第において第2部として記載されている議題につきましては、非公開での開催とさせていただこうと考えておりますが、異存ございませんでしょうか。はい。それでは、今お話しになった通りにさせていただきたいと思います。それでは議題の1、レベニューキャップ制度の導入に伴う特定小売供給約款の変更届出にかかる、経済産業大臣からの意見聴取への対応方針について、案についてに関しまして、池田取引監視課長からご説明よろしくお願いいたします。はい。資料3をご覧ください。レベニューキャップ制度の導入に伴う、特定小売供給約款の変更届に伴う、経済産業大臣からの意見聴取への対応方針についてでございます。いいですけども、本年4月から新たな宅地料金制度、レベニューキャップ制度が導入されることを踏まえ、また宅地料金約款が変更されることとなりました。で、これを受けまして、現在小売電気の事業者6社からですね、この宅地料金の変更を踏まえまして、これを反映させるための特定小売供給約款の変更届出が行われるところでございます。で、6社とは、東京電力エナジーパートナー、中部電力未来図、あと北陸電力、関西電力、中国電力、九州電力でございます。で、なお、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、沖縄電力については、それぞれ、例えば短期間で、現在、小売規制料金の改定審査を行っているところ、短期間で改定を繰り返すことは、システム上困難、あるいは、現在まだ対応について検討中ということで、これら会社については、すみません、これら会社については、申請は行われていないところでございます。あ、大変失礼しました。北陸電力は、申請がなされております。で、その上で、経済産業大臣から、当委員会に対しまして、3月2日付で、意見の求めがございまして、これについての対応案を、ご審議いただきたいということでございます。で、対応案でございますが、当委員会としてしましては、本届出が、料金算定規則に、算定されると前提に、レベニューキャップ制度に導入に伴う、宅地料金の変動が、特定小売約款料金に適切に反映され、特定の社員に対して不当に差別的な取り扱いをするものでないことを、確認することとしたいということと、あと、検討プロセスとしましては、料金制度専門会合において、中立的、客観的、専門的な観点で、ご確認いただき、その面で、その確認結果について、当委員会で、審議し、経済産業大臣に対して、意見回答を行うこととしたい、そう考えております。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。で、それではただいまの事務局からのご説明の内容につきまして、ご質問ご意見がありましたらお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは事務局からご説明がありました通り、委員会として意見回答することとしてよろしいでしょうか。はい、異論がございませんので、事務局間の通り、経済産業大臣に意見回答することといたします。どうもありがとうございました。それでは続きまして、議題の2、電気小売経過措置料金にかかる
経過算定期間終了後の自己評価についてに関しまして、伊藤管理官からご説明をよろしくお願いします。はい、資料4をご覧ください。電気通り経過装置料金に関わる電化算定期間終了後の事後評価についてでございます。趣旨の欄をご覧ください。みなし小売電気事業者3社の電気通り経過装置料金に関わる減価算定期間終了後の事後評価につきまして、2023年2月24日に開催された料金制度専門会合において、事務局にて行った評価を確認いただいたため、その確認結果を報告するとともに、経済産業大臣への回答につきまして、ご審議いただくものでございます。主なポイントでございます。まず、一括の料金制度専門会合における、事後評価の確認結果につきましては、資料4の1の通り、事務局にて行った評価は、スライド7をご覧ください。まず、評価の結果でございますが、審査基準のステップ1、電気事業利益率による基準では、他社の直近3カ年度平均の利益率が、10社10カ年度平均の利益率を上回る会社は、中部電力ミライズ、関西電力、および九州電力の3社でございました。ただし、審査基準の、ステップ2の、超過利潤累積額による基準、または、自由化部門の収支による基準に照らすと、3社すべてにおいて、2021年度末、超過利潤累積額が一定水準額を下回っており、また、事業化部門の収支が直近2年連続で赤字となっていなかった、なっておりませんでした。以上によりまして、減価算定期間終了後に、料金改定を行っていない、みなし小売電気事業者3社につきまして、審査基準に基づく評価を実施した結果、変更認可申請命令発動の要品の対象となる、事業者は、いなかったという評価となりました。スライド12をご覧ください。結論のところをご覧ください。以上を踏まえ、今回の事後評価の対象となったみなし小売電気事業者について、現行の料金に関する値下げ認可申請の必要があるとは認められなかった。なお、上記の結論は、関西電力で確認された超過契約額、他社は該当なしも反映して評価した結果であると。料金制度専門会合におきましては、この内容にて取りまとめをいただきました。スライド15をご覧ください。料金制度専門会合における取りまとめを踏まえまして、資料4の2の通り、審査の結果、下記の対象事業者について、値下げ認可申請の必要があるとは認められ、あると認められる事業者はいなかった旨、経済産業大臣へ回答を行うこととしたいと考えております。説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からのご説明の内容につきまして、委員の皆さんからご質問ご意見がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい。それでは事務局からご説明がありました通り、委員会として意見回答することとしてよろしいでしょうか。はい。異論がございませんので、事務局からの通り、経済産業大臣に意見回答することといたします。どうもありがとうございます。それでは、続きまして、議題の3、一般送配電事業者の2021年度収支状況の事後評価等についてに関しまして、鍋島ネットワーク事業監視課長からご説明をよろしくお願いいたします。それでは資料5につきましてご説明いたします。一般送配電事業者の2021年度収支状況の事後評価についてです。これにつきましては、2月2日付で経済産業大臣から本委員会に意見の求めがありまして、2月3日に一度、本委員会でご議論いただいております。これは、料金制度専門会合において、審査を実施するということになっておりました。今般2月24日に、料金制度専門会合が開催され、この結果について、ご確認いただきたいというのが今日の、議題です。で、この審査概要ですけれども、このページの下のところについておりまして、
まあ、法令に基づく事後評価につきまして、タクソ供給等薬価の変更認可申請を命ずることが必要は認められなかったと、こういうことになっております。なお、関西電力送配電株式会社については、契約額、これは不適切な発注に基づいて余分にお金がかかっているというものですけれども、関西電力送配電につきましては、これが確認され、これ以外の事業者については、超過契約額は、契約額は確認されなかったと、こういうものです。で、全体的な傾向といたしましては、北海道、中部、関西、九州、沖縄の5社で10日、当期直下利潤額が、マイナスとなり、それから、まあ、いわゆるストック管理ということで言いますと、東京、九州を除く、8社で、マイナス、当期、欠損、累積というふうになっております。次のページ、今後の見通しのところですけれども、まあ、この、まあ、結論で問題なければ、この旨、経済産業大臣に回答したいと考えております。説明は以上となります。はい、どうもありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からのご説明の内容につきまして、ご質問、ご意見ありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは事務局からご説明がありました通り、委員会として意見回答することとしてよろしいでしょうか。はい、異論がございませんようですので、事務局からの通り、経済産業大臣に意見回答することといたします。どうもありがとうございました。それでは議題4、ガス導管事業者の2021年度タクソ収支の事後評価取りまとめについてに関しまして、鍋島ネットワーク事業課長からご説明をよろしくお願いいたします。はい、資料6ですけれども、ガス導管事業者の2021年度タクソ収支の事後評価の取りまとめについてです。これにつきましては、まあ、昨年、10月以降、各経済産業局長及び経済産業大臣から、電力ガス取引監視等委員会に検聴書がありまして、11月の1日の電力ガス取引監視等委員会でお諮りしたところです。その後、料金制度専門会合を開催し、あるいは、まあ、中間段階で、電力ガス取引監視等委員会に、付託をしたりしまして、本日に至っております。この間、ストック管理、不動管理で分析を行いましたけれども、4社につきまして、これは泉南ガス、エネオス、LNG サービス、犬山ガス、中部電力ミラージュですけれども、この4社につきましては、2021年度終了時点で超過利潤累積額が一定基準を超過していたというものであります。で、このうち犬山ガスにつきましては、今般、3月31日までに値下げ届けを行うということであり、また料金制度専門会合におきましても、まあ、その水準が妥当ということになったところであります。で、それから取得基準というところで言いますと、すみません、ストック基準がありませんね。ストック基準が法律定で、フロー基準であります、単価の乖離額が、発動、変更命令の発動基準となる 5% を超過した事業者が3社ということでありましたけれども、これらの事業者については、この現行タクソ供給約款料金の水準維持と妥当性について、合理性がなされたため、変更命令の対象外とすると。まあ、こういうことで、ありました。ああ、ごめんなさい。すみません。訂正します。犬山ガスにつきましては、すでに12月までに届け出が出ておりますと、ここであります。残りの3社について、この3月中に、値下げ届け出が出されると。ということであります。訂正いたします。というようなことでありまして、こういうことで、
タクソ収支の事後評価につきまして、6日で、取りまとめ案を作っておりまして、これに従って、今回、取りまとめを行っておいたということについて、ご審議いただければと思います。はい。どうもありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの、ご説明の内容につきまして、委員の皆さんからご質問、ご意見がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか？よろしいでしょうか？それではですね、本件は報告事項でございますので、事務局からご説明のありました通り、進めさせていただきます。どうもありがとうございます。それでは続きまして、議題の5、発電側課金の導入について、中間取りまとめ案のパブリックコメントの募集について、に関しまして、続き鍋島ネットワーク事業監視会からご説明をよろしくお願いいたします。発電側課金につきまして、今般、制度設計専門会合で議論を行いまして、中間取りまとめ案をまとめました。これにつきまして、パブリックコメントを実施したいと、こういうことでして、ご審議をいただければと、こう思います。発電側課金につきましては、本委員会でも長らく議論をしてきたところですけれども、18行目ですが、本年2月に資源エネルギー庁が公表した、今後の電力政策の方向性について中間取りまとめにおきまして、発電側課金については、関係審議会において検討を進め、2024年度に導入することとすると整備をされたところです。こうしたことを踏まえまして、制度設計専門会合等で、等でのこれまでの検討内容について、中間取りまとめを行い、これを、制度設計専門会合の場でまとめたものであります。これについて、ご審議いただき、当委員会で了承を得られ次第、速やかに実施の上、意見募集をしたいと考えております。なお、パブリックコメントを終了後、経済産業大臣に対して検議を行う予定です。中間取りまとめの内容については、29行目以下に書いているところでありますけれども、これは、43行目以下で、これまでの類似の制度設計専門会合において、議論された内容をまとめたものであります。詳細については、説明は割愛させていただきます。ようですけれども、よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からのご説明に、内容につきまして、各委員の皆さんからご質問、ご意見がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか？よろしいでしょうか？それでは、事務局からご説明がありました対応方針の通り、委員会として対応したいと考えておりますが、よろしいでしょうか？はい、異論がございませんので、事務局案の通り、対応することといたします。事務局におかれましては、この方針で適切に対応するようお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは続きまして、議題の6、議題の6ですね。日本、卸電力取引所の2023年度事業計画書、収支予算書の認可について、に関しまして、東取引制度企画からご説明をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。資料8に基づきまして、妻からご説明させていただきます。卸電力取引所の事業計画及び収支予算の認可ということでございまして、趣旨のところにございますが、2月22日付でですね、卸電力取引所から経産大臣に対して来年度の事業計画と収支予算の認可申請がございました。でこれにつきまして、3月2日付で経済産業大臣から当委員会へ、意見聴取が行われましたところ、委員会としてこの回答についてご審議いただければというふうに考えてございます。その申請書そのものはですね、8の4として、こちらです、11ページ以降に付けております。
こちらまず事業計画書の方でございまして、まあ大きく2部構成となっております。1部目は、安定、ローマ数字の1として、まあ安定した取引所運営のための取り組みということで、まあ体制の整備、まあ人員の整備、あるいはガバナンス、非常時の対応、監視、システムの更新、それから、まあ各種取引の規定の整備ですとか、手数料の見直しといったことが記載されてございます。それから大きな2、ローマ数字の2としまして、国の審議会等の、まあ、検討、制度の検討とかに関して、まあ、積極的に議論に参加すること、まあ、それを踏まえて、まあ、取引所に求められる事項について、まあ、速やかに対応するということが記載されています。具体的には、まあ、中長期的な卸電力市場のあり方に関する取り組み、それから、まあ、足元、現行制度ということで、まあ、スポット市場、時間前市場、まあ、先渡し市場といった検討について、必要なルール整備とか、所要の対応を行うということが記載されてございます。から次のページ8の5で、今度収支予算書について計算されております。まあ、収支予算につきましては、2023年度収支予算、一番右側の、まあ、右から2番目の欄でございますが、収入として、まあ、約25億円弱、それに対して、まあ、支出として、12億円強を込んでおりまして、損益として、まあ、12億6000万、7000万円ぐらいが、出てくるという見込みになっておりまして、まあ、基本的には、例年と大きく変わらない、形になっております。まあ、収入の体操は、取引手数料というので見込まれておりまして、支出の方は、システムにかかるお金というのと、まあ、人件費という形で補正されております。まあ、非常に簡単でありましたもありますが、こういった内容で申請がされております。で、これらにつきまして、まあ、経済産業省の方で定められております審査基準に照らしまして、まあ、それぞれ、もったいがないというふうに、事務局とは考えております。事務局としては考えておりまして、この点について、まあ、異存ない旨、回答してよろしいか、お伺いできればというふうに思います。以上、よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からのご説明の内容につきまして、ご質問、ご意見ありましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい。それでは、事務局からご説明がありました通り、委員会として意見回答することとしてよろしいでしょうか。異論がございませんようですので、事務局からの通り、経済産業大臣に意見回答することといたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、第1部として予定していた議題は以上でございますが、他に何かございますでしょうか。はい、事務局から1点をお伝えします。前回ご記載いただいた実験、書面採択を行っています。で、炭素排泄事業者関係の事案について、3月3日付で事務局からの通り、検査の皆さんについて、決定をしております。事務局からは以上でございます。はい、どうもありがとうございました。それでは、これにて第1部を終了といたします。